ベンチの女。とある公園のベンチに、毎朝決まって一人の女が、通りに背を向ける形で座っていた。女はどんな悪天候の日にも、公園のベンチに座ることを欠かさない。雨が降っても傘もささず、レインコートもまとっていない。顔を見たことはないが、まだ若い女のようで、着ているものも高価そうだが、相当ひどい雨に濡れても平気らしい。女に誰かが近寄ったり、話しかけたりする光景は見たことがない。そして、帰宅するときには、ベンチから女の姿はなくなっていた。やがて季節は変わり、木枯らしが吹き抜けるようになっても、相変わらず女は早朝のベンチに座っている。服装も大して変わっていない。そんな女を横目で見ながら、一人のサラリーマンが通りを歩いていると、彼が首に巻いていたマフラーが突風にもぎ取られて公園の中に入り、女のすぐそばへ落下した。その女がちょっと普通でないことを知っている彼は、素早くマフラーを拾って、さっさとその場を離れるつもりでいた。しかしこの時、ちらりと視線を女の方へと走らせてしまった。ん?彼は腰が抜けそうになった。その女には、顔がなかったのだ。その顔面は刃物でえぐられて黒い穴と化していた。しかし絶叫しそうになった彼はもう一度女をよく見てみた。マネキン?そう、それは残殺死体でも何でもなく顔のえぐられたマネキン人形だったのだ。長い間奇妙な女だと思っていたのはただの作り物であったと知って彼はあっけに取られた。しかし公園から出ていく際に振り返るとそこにいるのが人形だと分かっても今にも動き出しそうな本当の女に見えたという。そして翌日からベンチの女の姿は消えていた。まるで誰かが一部始終を見ていたかのように。人形は一人では歩けない。精密なマネキンを用意して顔をめちゃくちゃにした上、毎朝公園のベンチに運び込んだのは誰なのだろう。そしてそれらの行為に何の意味があったのだろうか。それとも何の意味もないのだろうか。その日以来、その公園に女が腰掛けている光景は全く見なくなった。しかし、公園なんてどこにでもあるものだ。誰かがベンチに腰掛けている公園なんてどこにでも。ベンチの女。争うような声。夕方、うちの近くの土手をジョギングしていたら、河川敷の鉄橋の下から声が聞こえてきた。男女が争うような声。気になって斜面降りて覗き込んでみたんだけど、誰もいなかった。おかしいなぁと思い、橋の下まで行って辺りを見回しても、やっぱり無人。絶対に空耳じゃない。まさか川に落ちたのか、と川面を覗き込んだ。すると後ろから、もういいじゃんあいつで。まだダメだって。なんで?ねえなんで?ささやき声が耳にまとわりつくように聞こえてきた。心臓がビクンとして振り返ったら、橋の下の部分と土手の斜面の間の高さ50センチぐらいの空間に人形が2つちょこんとこっち向きに立っていた。見た感じ、ひな人形っぽい。
やばいと思い走って逃げようとしたとき、いいか別に。のぶとい声が真後ろから聞こえてくると同時に足首をつかまれた。思わず、と叫び走り出したら、意外にも足首をつかんだものはあっさり離した。そのまま斜面を駆け上がって家まで走った。帰ってから足首を見たら、ごわごわで黄ばんだ、濡れた髪の毛の束が絡みついていた。ハサミでもカッターでも切れなくて、包丁でゴリゴリやって、やっとちぎれた。翌月、そこの近くで子供が溺れ、助けに行った両親ともども死んだ。近所の噂だと、体の穴という穴に、髪の毛が詰まっていたらしい。以来、ジョギングはやめた。争うような声。犬。後々気がついてゾワッとした話なんだけど、俺、10年前に立ち会いがあって東京の品川区にある場所に住んでたんだ。ある日ちょっとした事情で親戚の子供を週末預かることになって、当時4歳の男の子、お絵かきが大好きだったんだ。クレヨンと画用紙さえあれば静かにお絵かきをしていた。俺の似顔絵描いたりして自慢げに見せてくる。ある時さ、俺の部屋を描いてたんだよ。一見ぐちゃぐちゃなんだが、なんとなく部屋の間取りを描いてるのがわかるの。で、あれ?って思った。窓の枠内に、でっかく漢字で、犬って書いてあるの。4歳で漢字?すごくない?漢字知ってんだ?なんて褒めたら、なんかきょとんとしてんの。じゃ、これ何?って聞いたら、秘密だよ。って教えてくれない。まあいいか。と、放っておいたんだけどさ。よくよく考えたら怖いなぁ、と。うちは、立ち会い川駅近なんだよね。近くには、涙橋、なんて、明日のジョーに出てきそうな場所がある。少し詳しい人ならピンとくると思うけど、ぜひ、皆さんに子供になったつもりで、太いクレヨン使って、犬って書いてみてほしい。これ、犬って漢字じゃなきゃ、何に見えます?漢字じゃなくて、え、だとしたら。立ち会い顔ってね、昔、処刑される人を見送る人が最後まで立ち会いできた場所なの。涙橋で最後の別れ。そんでその先の鈴ヶ森刑場に行く。犬ってさ、首が離れた人に見えない。窓の外に何を見ていたんだろうね、あの子。犬。花壇の顔。この間バイトの帰り、急に大雨が降ってきて、傘もなかったから駅から家までダッシュすることにした。道路沿いの道を走ってたんだけど、道の脇にある公道花壇の土の中に人の顔があった。ん?顔?と思って戻ってもう一度見てみると、やっぱりあった。花壇の土の中から顔が上向きに出ている。土に埋められて耳から前が出ている感じ。でも、その花壇に人が埋まるスペースなんてない。本当に顔が埋まるくらいのスペースしかない。
全く意味がわからなくて、でもとりあえず、大丈夫ですか?と声をかけた。顔はずっと目を見開いてて、ずっと上を見つめながら一言、変わりますか?と言ってきた。なんて返事すればいいのか迷ってると、自分が走ってきた道の方から何か大きいスコップを持った作業員みたいな人が走ってきた。何か大きいスコップのようなものを持った作業員みたいな人が走ってきた。その人が近づいてくるにつれて、なぜか無性に恐ろしくなってきて、家まで走って逃げた。後ろからは、なんか雨音とは違う、叩きつける音が何度も聞こえた。家に帰ってすぐにシャワーを浴びて、その日の夜はぐっすりと眠れた。よく晴れた次の日、その道を通り、花壇を見てみると、顔があった形跡などなく、あ、よかった。熱でも出て変な幻覚見てたんだ。と思った瞬間、近くの建物の上の方から、っていう叫び声とともに、人が落ちてきた。地面に叩きつけられて、仰向けに血を流してピクピクしているその人の顔を見ると、原形をとどめていないのに、昨日見た花壇の顔が浮かんで、頭から離れなくなった。花壇の顔。はい、そうも、町にまつわる怖い話その10をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。影の像と申します。皆さん、キノコの歌って知ってます？キノコの子の子元気の子みたいな、あの CM を見てちょっとふと思ったんですけども、キノコ単体で CM するってすごくないですか？この曲、まあ僕もまあ時々口ずさんだりするぐらい、多分ヘビーロテされてるんでしょうね。多分テレビでもヘビーロテで CM してるんでしょうけど、あんまり他の果物とかフルーツでバリバリ CM してるもんって言ったら、バナナとキュウイぐらいしかちょっと思いつかんなと思って、ドールでしたっけ。あんまり、しかもどっちかというとキノコってメインじゃないじゃないですか。テレビでなんかごぼうとかの CM あんまり見たことないじゃないですか。これは一体どういう会社なんやろうと思ってちょっと調べたんですよ。おいしいキノコは北斗やから、北斗株式会社さんっていうとこ、まあ調べてみたんですけど、びっくりしたのが、まあ、長野県の会社で、昭和39年なんで、約55年ぐらいの会社、もう老舗の会社なんですけど、びっくりしたのが、資本金55億って書いてあって、ホームページ行ったら、55億っていうのびっくりがまず一つと、連結事業内容のその1が、合成樹脂の成形および製品販売って書いてあって、キノコはと思ったんですけど、あとなんかホームページ見たら傘とか作ってるんですよね。傘。なんかいろんなことしてる会社なんやなと思いつつ、ただまあメインの事業はやっぱりキノコらしくて、いろんななんか新種のキノコを作って販売してるっぽくて、なんかいい、すげえなっていうふうに思いましたね。キノコメインで、言い方悪いかもしれないですけど、こんだけ大企業になるんやっていうのがびっくりしました。いろんなことしないといけないですよね。僕も階段だけやってるようじゃあかんな。何しようかな。ちょっとまた考えときます。それでは、町にまつわる怖い話その11でお会いできましたら幸いです。影の像でした。ほなほな。